はい、ということで、こんばんは。今日なんか寒くなかったっぽいですよ寒くなかったっぽいですよ。うん、あんま寒くなかったですね。寒かったですか？あ、朝はか。私朝は知らないわ朝は知らないわ、ごめん。でも夜は冷えるね、やっぱ。うん、夜は冷えますわ、やっぱり。うん、夜は寒い。昼はね、そんなことなかったんですけどね。まあ別に夜外出ないからいいんですけど今日は何してたの？だって今日はいつも通りひたすらゴロゴロしてました。っていうか、買った床で寝てたから一日中。マジで腰痛すぎて最悪マジでこの買った床でずっとこうやって横になってて、ご飯食べるぐらいずっと横になってたらめっちゃ腰痛くなった。最悪や、やらかしたわ、ほんと。こたつがあったかいからさ、こたつにこう入って横になってたんよ。そしたらシンプルに腰が痛かった。で、腰痛くなっちゃった。やだ、ショックと思って。明日レッスンなのに、久しぶりの。てか明日2週間ぶりぐらいに体を動かす。やばくない？前回のレッスンから2週間ぐらい空いてんねんけど、やばくない？大丈夫？って感じそうだ、16周年がね、今度あるんですよね。私出ますんで、皆さん。メンバーも発表されたと思うんですけども、16周年、ね、結構愛媛で坊ちゃん劇場ジョンマイラブやってるメンバーはリモートなんですけど、まあ、基本大体ほとんどのメンバーが出れるって感じなので、とっても楽しみですね。うんうん、16年ってすごいよね。すごい、びっくりしちゃう。ね、それな、高1やんな。高校1年生やって。やば、 AKB も高校1年生なんやって。え、 AKB も高校1年生なん、やばくない？大変。え、高校1年生なんだ。わー、高校生か。すごいね、なんかびっくりなんだけど。長いね、歴史が。だってもう AKB ができた時にまだ生まれてない子とかいっぱいいますもんね。ね、すごい、本当に。
なんかゆきりんさんのさ、あのなんだっけあれ見たんだよね、あのなんだっけあのあれあのネモハモメンバー紹介するやつ、そうそうチャンネルのやつでね、でなんかレイちゃんとか千葉えりとかゆきりんさんと一回り違うみたいな、そう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 、えやばいみたいなゆきりんさん言ってたけど、でも確かに自分も本当にやばいなってめっちゃ思うことが最近すごく多くて、昔はスタッフさんみんな年上だったんですよ、みんな年上で、でエイトとしても加入したばっかり先輩しかいない、後輩がいない、でまあ年エイトの中で年はちょうど真ん中だったんですよ、平均年齢が 14.7 とかだって、私15歳だったのでちょうど平均ぐらいだったんですよ、お姉ちゃんたちもいっぱいいる、年下組もいっぱいいるっていう感じだったんですけど、気づけばメイクさん同い年、衣装さん同い年、なんなら劇場のスタッフさん年下とか、えみたいな、もうなんかわ年取ったな自分ってめちゃくちゃ思いました。今がその大学4年生だったとしてももう社会人だし、短大だったら就職してるから、そう短大生とかあの専門職だった人ってもう短大とかだと2年だからしてるから、そう衣装さんとか同い年の方いらっしゃるんですよ、メイクさんも同い年の方いらっしゃるんですけど、っていうぐらい周りの人がなんかどん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 若くなって、マネージャーさんも年変わらなかったりとかするし、めっちゃ年近かったりするんですよ、あのマネージャーさんもね、そうだからすごいなんかどんどん周りの人が、今までは年上の方って感じだったけど、だんだんあんまり変わらなくなってきたりとか、年が近かったり年下だったりとかっていうのが多くなってきて、もう自分でもすごいびっくりしました。そうなんかやっぱ年取ったなと思って、すごい自分が、びっくりしましたね。やっぱほんで新しく入ってくる子も大体中学生じゃないですか、中学生みたいな、こっちからするととか、まだまだ高校生かみたいな、そうだからもう本当になんかびっくりする、本当うわー年取ったなと思って、驚きですよね本当ね。暑くない？暑い？今つけたばっかなんやけど、すごいもーってする、あ消してもいいけど、いやこっち開けとった時めっちゃ寒かったけん、今寒い？あー、ねだよ、閉めたけん、そうマジでびっくりだわ本当に。かわいい、サーティワンがシナモンとコラボだって、かわいいんだけど、このサンリオキャラクターのアイスケーキめっちゃ美味しそう、でも2人で食べるにはちょっと多すぎるよな、わあめっちゃ美味しそうなんだけど、そうなんかさめっちゃねびっくりしたよねっていう話、その昨日あのゆきりんさんのチャンネル見て、そう、ね本当にわあそっかそっか自分もそうやなってめちゃくちゃ思いました。私も一度でいいからフレッシュメンバーって呼ばれたかったな、アイドルやってたのに一度もフレッシュって言われへんかったな、そういやフレッシュメンバーに選ばれへんかったし、フレッシュとも言われへんかったし、なんならずっと大人大人大人言われてきたからさ、そのねダンスのやつとかでもさ大人セクシーとかアダルトとかに毎回振り分けられてたからさ、
メッシュって言われなかったな。15だったんだけどな。年下がいっぱいおったからやろね、きっとね。そう。いや、もうフレッシュはいいわ。もういいわ。22でフレッシュ言われてもちょっとなんか、ちょっとなんか、それも大丈夫って感じ。それも、大丈夫って感じするわ。うん。それはちょっとあんまり嬉しくないかもしれない。なんかその見た目が若くて、って童顔で年に見えないでフレッシュとかならわかるけど、いやちょっとこの見た目でフレッシュってやつちょっと若干茶化されてんのかな思ってしまうわ。世間でもフレッシュだよ。でももう大学卒業しとる年やからな、まあ、会社で言ったら全然フレッシュかもな。会社に入ったら全然ペーペーの PP やから、うん、フレッシュっていうかもう新人っていうか下っていうかね。ちょうど今22やから4大卒業して世界一1年目とか1年目とか年やからだと思います。大変な年じゃない？社会人だったら慣れない会社で入って覚えないといけないこともたくさんあって、先輩にはいろいろ言われてみたいな、あー大変だーっていう年相、社会人の人は多分ね、ちょうどこの 1,2 年は卒業した 1,2 年はとっても大変っていうのが続きそうだな。あー自分絶対社会人になれへんわ。すごいね、社会人の人一応社会人やけど自分も普通にお仕事お勤めされてる人はすごいと思うわ。もうできる気がせえへん自分だったら。いやもうすごいなってめっちゃ思う。そう、ああ12年目はまだ何でも聞けるからね。まあ確かにね、なんか優しい人とかだと全然聞いて、もう最初のうちは分からへんからって言って全然いいけど、まあある程度してからまた同じようなこと聞きよったら怒られるよねきっとね。大変そう。もう今毎日同じ時間に出社って言われたらちょっともう学校思い出すわ。なかなかななんかちゃんと規則正しくし学校行ってたって高校生までやからさ、懐かしいな。朝早く起きて夕方で帰ってきて大変だと思うわ。なんで今日熱で寝込んでないのだって。なんで寝込まなあかんのよ。別に寝込んだなくだっていいやん。いやそれはめっちゃ元気なわけではないですよ。しっかりその熱まではないけど、平熱よりかは全然高いし、体はだる思うですけど、体はだる思う、頭も半分痛いみたいな感じですけど、でも別に寝込むほどまでではないです。逆に寝込まなくてよかったかなって思うぐらいなんですけど、うん、そうですね、まあ、自分平熱低いんで、そう多分自分微熱あったら結構なお熱なんですよ。そう平熱6度ないの普通なんで、最近やっとね6度乗るようになってきて、平熱 6.0 とか 6.1 とかやったって感じ。そうでも
決して元気ではないけど、でもなんかもう、うわもうあかんわではない全然明日はレッスンやからね、その明日こそ大丈夫であればもう何でもいいわ明日明後日元気であればマジで何でもいい。そう、ただ腕はめちゃくちゃ痛いけどな、本当に今日ピークかな、明日がまたちょっとまだ痛いな、で明後日の舞台ぐらいがあー若干痛いなぐらいかな。今日メイクしてますか？してへん、すっぴんや。今日はずっと横になってたんで、もうだる重すぎてこたつと親友してた。左腕まだ痛い、え全然痛いよ、腕上がらへんもん。着替えるのめっちゃ痛かったもんだから、いたたたたたたって言いながら着替えたからな、頑張ってそうやね、ちゃんと着替え、パジャマやないんやね、ちゃんと着替えてるからな、上も下も。そうめっちゃ痛かったわ、いたたたたたって言いながら着替えたら頑張って、髪の毛やってもう結びながら、いたたたいたたたた言いながら頑張って結んだが、そう まあでもね、明日ね、あの痛かったとしてもね、まあ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 そこまで激しく踊らないんで、右手は、あれ左手は、あの大体基本的にマイクで、まあ、自分が歌ってない時にこっちで振りすることは多いけど、あるけど、まあでもね、こっちはブン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 やるからやっぱダンスって、だからね、明日はさすがに痛いと思うの、だからこっちにしたの、わざとそのためだけに。そう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 なんですよ、せめてね。そうまさかね、こんなねワクチン打った2日後にね、あレッスンが入るなんてね、その1回目のワクチン打った時は思いもしなかったもんで。わあ鼻についた、鼻についた、今なんかぶら下がってきたクマさんがちょうど鼻についててんけど、自分のついたよ、いや、そうでもね、多分ね明日もね普通に痛いと思う。だって1回目のワクチン打って何日か後かにあの劇場公演あったんですよ。地味に痛かったからね、なんかこうやっぱ上げるのは痛かったよ。このぐらいまでは全然上がんの、でもここまではふってちょっとこう頑張って上げたら上がるっていうぐらいやったから、多分完全にね明日ね痛くなくなるのがなくなるってことはないとは思うけど、でも多分ね全然余裕だと思う、そう思っている。病は気からというから、ここさえも上がる上がると思ったら上がるわきっと。そう劇場なんてね、もうなんか例えば2回公演とかして、それこそしずくとかさ2回公演がさ 3週末連チャン続いたけどね、もうねそんなのねアドレナリンでどうにもこうにもなるから、幕が開いてしまったらもうあとは全力アドレナリンイエーイって感じで、そうもうきつくても結局ね、結局きつくても力配分考えずにやってしまって、最後の最後であっレモハマだった、きつい、いけるかな、踊れるかなって言ってしんどる、いつも踊られへん、足上がらへんって言ってうえーんって、そんな感じ結局力配分わからないっていう。いや全然プロとかじゃないです、これ普通です、普通普通普通よ、普通普通。私はあんまり省エネダンスはしないので、うん、新春コンサート見に行けることになったです。あ、もう合否決まったの？あ、合否じゃないわ受験みたいな、なんだっけ、申し込みの合否、え、何これ当選、当選、そう、それが言いたい、当選決まったんや、確かに755で書いてあったな、何人か見たわ755 見たのにね、見たのにね、そうなんや、おめでとう。どっちや、2つあるんやけど、2つ、2日か、なんか朝フレッシュで夜がエイトみたいな、
さっき発表になってんや。うーん、どっちどっち、キュートと、キュートと何やったっけ、もう一つ大人、フォクシー、あ、何やったっけ、そう、どっちも、おお、どっちも、イエーイ。みんな平日やのにありがとう、嬉しい。なんかね、平日やからなみたいな、一番最初にさ、その決まった時にさ言ったらさ、結構ファンの人がさ、いや平日だからなみたいな、結構渋い顔してた人が多かった、多かったのかわからん、コメントしてくれたって人が渋い顔してただけかもしれんけど、その時結構コメントしてくれて、いや平日やしなみたいな、みたいな感じのコメントが多かったから、そう、なんかあーみたいな、結構なんかあーあーみたいな感じになっちゃったんやけど、あ、そうなんや、結構それでもみんな最終的に投げるだけは投げてくれたんや、わー、うれぴ。あ、逆にね、確かに休日とかが仕事盛りの人、私たちみたいな職業の人は平日の方がね空いてたりするよね。わかるわかる、自分らも結構休日の方が仕事、もう昔は断然そうだった。初期の頃は土日が大体イベント、どっかの県でイベントって感じやったから、とかお盆とか正月とかみんなが休みの時に仕事盛りだったけん、イベントとかいろんなのがあったり、コンサートとかいっぱいあったから、平日の方が暇やった、まあ、学生やったから暇やったとかはないけど、特にそう、平日学生の、まあ、休日土日は 毎週イベントみたいな感じやってんけど、そうよね、そういう人もおるよね、平日暇で休日忙しいみたいなね、そうよね、そういう人もいるよね、一緒じゃん。でもさ、最近割とさ有給使ってた人が多そうっぽかったけんさ、結構いろんなことに、だって今度のさ16周年というがっつり水曜日やんな、ど真ん中なんやけど平日な、まあでも入れる人は多分限られてるから、選ばれし者だから逆にすごいと思うけど、そっか、何の話しようと思ったか忘れたけど、そっか、うーん、なんだっけな、なんだっけな、なんか話そうと思ったんだけどな、忘れたわ。でも確かになんかね、有給使わんといけんね、仕事が最近多かったね。あ、お話し会とか、お話し会は別に仕事の合間にしてる人めっちゃ多かったし、劇場とか、割と劇場出てたからな、自分が、8を3週続けて出てたからさ、そう、そうなんですよ。逆に4をまた間空きすぎてちょっと覚えてないわ、また忘れてるわ、はっはー、どっちだったっけな。やばい、久しぶりしくネモハモ戻ってない気がするな。ネモハモは、フォーってどこだったっけ、自分手ブンブンする人、いや違う、立ち位置の話。でもさ、フォーやってさ、8って続きすぎてさ、逆にこれ今度4ってなった時思い出せるんかなっていう話ね。今日4公演やってるよな、実際な、実際今配信中ちゃう4公演な、そうやんな、な、こっちか、こっちだな、なーみんの生誕祭か、カモネナネオナヘイ、カモネ、違うな、ちょっと待ってよ、
疲れただっけ。こっちだ。で真ん中だ。で真ん中だ。まだ脱いでるね。シュシュ。こっちだ。タッタッタ。なんかかけ気になる。どうしてだ。時はあっという間にだ。ここだ。終わり。ほうは。こっちだ。タッ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 。あーだろー。これが。出てこい。あ、違う、嘘嘘嘘、800ドル間違えました。逆ですね、下手でしたわ。上手なのは8ですね。え、違う、待って、あ、やばいやばいやばい、混ざる。こっちだ。ちなみにこれは後ろだ。4は後ろ、8は前。こっちが回れ。最初これは全部一緒で、これが下手か。こっちだ。ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンだ。でるる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 。最後がゼロバスルの、こっちまでか。あ、オッケー、思い出せた思い出せた思い出せた。思い出せたぜ。大体全部逆なんだよね。大体全部逆。そうなんです。フォーは大体全部こっちの振りで、で大体全部こっちで、エイ、あ、逆ね、間違えた。エイトがこっちのこっちで、フォーがこっちのこっちで、ずちゃんちゃんちゃん、もうフォーがこっちだ。8はこっちだ。で最初の方の移動も4は自分が後ろで8は自分が前。いやーやこもしいいやーやこもしいいイエイエイ。でももういい感じ、思い出せたわ。ははは。踊ってて混乱しないの？いや、めちゃくちゃ混乱するよ。もう混乱しまくってるよ。もうなんか、え、ずっと考えとかないと。こっちこっちこっち全部こっち、後ろ通る前通る、ずっと考えてるよ。それはもちろん。なんかずっとこの間みたいにずっと8で続いてればもう何も考えてへんけど、そう考えてないけど、例えば4 8 4とかなると、え、待って、どっちやったっけ、あ、こっちかこっちか、4が前通ったから、たらたら、これは4の時は後ろ自分が通るみたいな。そう、めっちゃ考えてる、マジで。迷子にはならんけど、そう、でもリハやってるからね、リハやってるから全然いける。うん、リハで、あ、間違えたみたいになるけど、本番は間違えませんね。本番はもうこっち、もうこっち、絶対こっちってなってるから、頭の中で。そう、15分経ったかな。30分経ったよ。お、じゃあそろそろ終了にしようっと。ちょっと今日は短いですけども、
この辺でドローンしたいと思います。はい、というわけでこんな感じでアリ読みます。ランキング、13位マックセイト、32位ナティさん、11位タカさん、ボッチャのルール教えてください。ボッチャのルール、ボッチャのルール、待って、ボッチャなんてやイベントやってた何年前だ、ちょっと待って、ボッチャのルール、白か赤かに、そうチーム分けでなんか真ん中に白いボールがあって、それに近づけた方が勝ち。もうくっつくとかこう離れててももうそっちの方が勝ち。どんだけ白いにくっつけられる、くっつけられるかで、自分の球とかで相手の白に近い球を弾いたりとかするって感じです。うん、懐かしい、ボッチャのイベントむっちゃ昔ね、ちょっとだけ参加してたんですよ私もね。そう、なんなら学校で習ってました、習ってたっていうかボッチャを勉強したちょびっとだけやけどね。なんかボッチャとか、あのなんていうの、あのサッカーとかなんかそういうバスケとかなんか全部をまとめての勉強はしました。まあ詳しくボッチャがどうこうこうっていう勉強はしてないけど、あのあれ取ってたから、なんだっけ、服飾、福祉か、福祉取ってたんで、そういう勉強はちょびっとだけしたんですよね。まあ高校生の、高校1年生の時の話やけどな、ちょっとあんま覚えてない、高校1年生忘れた、高2か、あ1じゃないな、2やな、1はまだや、2や、高2の時や。そうな感じや。10位、あきいこさん、9位、ばばちゃんにせいさん、8位、ひかり 400X さん、明日もネタが出るように祈ってます。それなマジで、それな、夕方からなんですよ明日レッスンが。マジでこのレッスンが、もう本当にこのレッスンが本当にできなかったらマジで泣く、マジで泣く、本当にやばい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 、16周年やばいやばい。はい、そして7位、おかやんさん、6位、かずさん、水分しっかりとーん、これどうやってしたら見える、あ、こうか、とってお大事に、だってありがとう、水分取ります。5位、キリアさん、4位、ヤングさん、3位、チカイシーさん、2位、フフーさん、そしてきょんだいちゃん、メトロポリさんです。腕が上がらんもんで、ここはならないんですよ腕が。はい、というわけで明日のショールームが、明日がね、なんと夕方からレッスンなんですよ。で、夕方にはもう家を出るんですね。で、明日はレッスンが終わった後も、レッスンが終わった後も無理なんで、夜まで、まあ、ちょっと何時までか分かんないけど夜まで無理なので、明日はレッスンに行く前に配信したいと思います。だから昼過ぎとかにね配信しようかなと思ってます。ちょっとまだ明日のなんて連絡事項なんていうのが詳しく来てないから微妙いんですけど、まあそんな感じで、そんな感じで、明日は昼過ぎ頃にゲリラで配信したいと思います。というわけで、まあまた明日何時頃っていうのはまた多分自分の準備とかいろいろ近づいてきたら言えると思います。今日みたいに昼過ぎぐらいに何時頃勝利もしますみたいな感じで、はい、って感じですね。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。それではまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。あ、切れない。